やー暑いな、夏もでももう。うるさいうるさい、ちょっと弟から電話や。え、ルイージさんちょっと待ってな。え、もしもし。お兄さん。うん。そろそろピーチさんのところに行きましょう。そうやな。ピーチさんがクッパに囚われて、僕心配なんです。お兄さんの彼女じゃないですか。うん、ありがとう。そっか、お兄さんは両足を折れてるんですよね。そう、折れてんのよ。わかりました。僕が一人で行って、なんとか頑張ってきます。うん、また連絡させていただきますので、よろしくお願いします、お兄さん。ありがとうな。頑張りましょう。まあ、もちろん頑張るよ。ありがとうな。最高の弟や。ありがとう。え、なんか両足折れてるんだ、そっかみたいな言うてますけど。ああ、まあ俺ルイージね、両足折れてるから行かれへんって言ってんねんな。え？いや全然元気じゃないですか。ね、うるさいな。いやいや行った方がいいですよ。なんで？いやピーチさんまたもうややこしいことになりますよ。いやだから弟に最終面まで行かしてええとこ俺が行くって話や。最低や。何がやねん。え最後は行くんすか？遅いな、最終面は俺が行こうかなと思ってるわ。ルイージに。あ、ちょっとあれ見て見てて沼に落としてルイージ落とさんでいいじゃないですか。ん？なんでルイージまでやろうとしてるんですか。まあまあまあ真面目やねんから、やらしといたいね、やりたい言うてねんから。いやひどい、元気やもんや。やりたい言うてるんやろこいつが。いこいつが来た言うてんねんけ。いやまあまあそうですけど、弟やろ。兄より優れた弟はいないじゃい。何を言ってるんですか。ジャギのセリフじゃ。ああ似てるんですね。ああ何やその動画、切るな気持ち悪い。どうせガキ。